次紹介する漫画は、浮上を拭う人という漫画ですね。起きたばっか作品です。この漫画は、本当にあった笑える話、2019年12月号から2020年の8月号まで、と、コミック担当、バル68号で連載されたのをまとめた単行本ですね。2020年の11月1日に初版が発行されてます。漫画評価は 5.0 中 4.2 です。まあ、結構高い評価ですね。まあ、大体、まあ、3.5 ぐらいからでもアニメ化してたり、ドラマ化したりするのがあるので、これもアニメ化するかもしれ、あ、アニメ化は無理かな。ドラマ化はあるかもしれないですね。で、この人、この起きたばっか、透明のゆりかごとか、お別れホスピタルっていう漫画で、結構人気あります。両方ともすごい面白いし感動するんですけど、これはちょっと、まあ面白さよりも、ちょっと、怖さをちょっと、不気味な怖さもちょっと あるかなっていうか、まあ本当にあった笑える話、これ笑えないなと思うんですけど、まず最初の2巻の第1話の話なんですけど、孤独死物件にまつわる外国人とのやりとりをお伝えしますっていう感じで始まるんですけど、孤独死したと。で、2ヶ月経って、そのなんか、リフォームや、清掃費を入居者の親族から回収する義務は生じないから、大家が支払えと。大家が。こんな法律あったの僕も知らなかったんですけど、いや、これなんか中国人だから怒ってるんじゃなくて、日本人でも怒りますよ、これ。だって、まあ、部屋貸して、不当に汚されたら、支払い義務あるのに、まあ、不本意、まあ、不本意とはなんか亡くなって、まあ、その遺体が腐って汚れたのを、大家が修繕費用で、はっきり言って家賃どれだけもらってきたか知らないですけど、採算取れないですよね。まあ、他にも、亡くなった人が、排水口から垂れてきた体液。これは相当パニックですよ。で、これに関して、上の階の人が弁護士を立ててしまったので、直接交渉もできなくなって、リフォーム代は出さないと。いや、出せよと。まあ、それは故意ではないにしろ、まあ、法律上出す必要性はないかもしれないけど、で、まあ、結局、お互いに裁判出し合って、リフォーム代は半分半分。まあ、僕だったら全部出してほしい。まあ、でも、法律ってこの辺難しいですね。もう結局、200万ぐらい買ってしまうと。もう恐ろしいですね。これ、全然笑えないですね。ひたすら怖いだけですね。ちなみになんか特殊製造員の仕事でしんどいゴミ。3位が冷蔵庫。2位がドラム式洗濯機。80キロ、90キロ。1位は金庫だそうです。僕引っ越しのバイトしたことあるんですけど、まあ、そういう、まあ人気がないというか、まあ、ファミリーカーゴとか、堺引っ越しとかはもう辞めて20年以上経つので、名前言っちゃいますけど、そういう、要するにブラックなバイト先だと、冷蔵庫とか運ばされる、冷蔵庫とか洗濯機も運ばされるんですよ。まあでも、金庫は運ばせなかったです。まあ金庫はまあやっぱ貴重なもんが入ってる可能性もあるから、これは従業員が運んでましたけど、確かに冷蔵庫はしんどかったです。まあドラム式洗濯機は僕が引っ越しのバイトした、1994年から96年の間はまだなかったので、これは経験ないですけど、冷蔵庫は本当にきつかったです。これは未だに覚えてます。これは、まあ、認知症の人の、まあ、亡くなった後、結構おむつをそのまま放置して、部屋中に、埋め尽くしてると。そして、排泄物まみれのゴミ屋敷の住人は、尿をペットボトルに溜めていて、これが部屋中の中に大量に置いてあることが多い。それがゴミに紛れて
踏んづけてしまうと爆発すると。怖いな、これって。本当に笑える話なの？ っていう漫画で、これ連載してなかったっていうのも、ようこれを連載させたなと疑わし、で、ヘリウムを作った自殺ですね。なんかガスを一気に吸い込むことで意識を失い、眠るように死ねると思ったのだろうと。でも、ヘリウムの自殺って相当苦しいんですよ。肺の動脈が破裂して、過血が止まらなくなり、血液で溺れる状態、長い間苦しんで、ようやく彼は死に至ったのだろうって。まあ、よく練炭自殺とかで、なんか自殺する人も、苦しまずに死ぬと思ってやるらしいですけど、あれも相当苦しむそうですね。昔、自殺マニュアルっていう本に書いてあったんですけど、練炭自殺は相当苦しむそうです。まあ、その本持ってるけど、別に紹介はしませんね。気持ち悪い本なんで。まあ、50円で買って、ネットで、まあ、高く売ろうかなと思ったんですけど、今、自殺マニュアル、ネットで売れる価格は10円でした。まあ、それはまあ、こぼれ話として置いといて。で、遺体清掃員とかやってると、まあ、虫が死体にいっぱい湧きますね。その死体をなんか、まあ、擬人化して、その虫の話ですね。まあ、虫の話の特集をしてるんですね。まあ、僕は虫そんなに、僕、虫は好きなんですけども、こういうとこに来る虫は嫌いですね。ただなんか虫の種類をちゃんと言わないのが、まあ、どうかなと思うんですけど、この無数な、これはもしかしてシミかなと僕、まず最初に出てくるシミですね。これ多分、僕はシミだと思ってるんですよ。まず、こういうことできるのはシミですし、ダンゴムシに近いから結構コンクリートもガリガリ食べるんですよ。まあ、ダイオウグソクムシともなんか近い種類の生物でもあるんで、で、まあ、これ、死に確か殺虫剤僕もかけたことありますけど、ほとんど死ななかったような気がしますしね。ただこれ、今度これがよくわかんないんですよね。次に出てくる擬人化した虫。他の虫を食べるところからして、まあ、手と足合わせて8本あることから、多分蜘蛛の仲間だと思うんですけど、で、動きもすばしっこいと。多分これ、アシタカグモとか、あの辺りの蜘蛛じゃないかなとは思うんですけどね。どうなんですかね。殺虫剤が一番効くっていうところが、まあ、どうかな。蜘蛛に殺虫剤かけたことないので、ここちょっとは多分蜘蛛だと思いますけど、まあ、ちゃんとした昆虫、動物名を書いてくれてないのが、まあ、あれなんですけど、まあ、ただこれ、結構考えさせてくれる本でもあるので、1巻は読むことをお勧めします。僕も1巻は買ったんですけど、2巻は別に買わなくていいかなっていう気持ちで、まあ買わなかったです。まあ借りればいいやと。まあでもこれ人気あって、2冊あるけど、なかなか出てから借りれなかったですね。1ヶ月かけてようやく借りることができました。